値上がり町は、かつて、石川県のみ郡にあった町。日本海に面し、第85代、第86代内閣総理大臣、森吉郎や、メジャーリーガー、松井秀喜の出身地として知られ、松山ホステス殺害事件を起こした、福田和子の潜伏先でもあった。正しい読みは、値上がりだが、地元や周辺自治体では、寝神と、俗称されることもある。 2005年2月1日、飲み郡の寺井町、辰野口町と合併し、飲み市となった。町名は、吉恒木にも登場する、昆布が、地上に露出した、値上がりの松という松の木に由来する。かつて、森吉郎の父、森茂木が、前人未踏となる旧既前無投票統制を果たした。手っ取り川の豊富な伏流水を利用する、電子部品、繊維関連の企業が多く立地している。 主な事業所石川県警察手来警察署が管轄する。飲み軍広域事務組合消防本部て来消防署が管轄する。全域を値上がり場が供給する。水源は手っ取り川の伏流水。石川県下水道公社の蚊が沿岸流域下水道に接続されている。飲み軍広域事務組合が辰野口町の飲み軍別化センターで処理する。 金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。市外局番は町内全域が0761である。町内の周廃は以下のつぼねが行う。これ以外に3局の郵便局がある。小松市の金沢国税局小松税務所が管轄する。廃止された鉄道コミュニティバス。ありがとうございます。